はいどうもワドツです。今日は2019年1月の3日18時35分です。便座がですね、こっからここまでこの前大晦日の日に真っ二つに割れました。それをですね、二液性のレジンっていうのでこう埋めて2回埋めました。で、今からこれをヤスリ掛けしてピカピカに磨いて便座を直したいと思います。よろしくお願いします。透明のレジンがこの溝の中にも実は赤く入ってます。透明の赤が染み込んでいて、もともとパキって真っ二つに割れたのを僕がこうルーターで穴を開けてくっつけたところです。これを今からね、この取れた部分を直したいと思います。やっていきましょう。もう今日はひたすらヤスリ掛けで終わりです。ヤスリ掛けてきましょうね。こんばんは。便器直す配信です。よろしくお願いします。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、熊本で震度6弱の地震。また熊本で。マジでひどいな。ひどいね。マジか。熊本リスナーさん大丈夫かな。地震やだよね。ここ液体ボン、なんだっけ。ヤンデレラとサメちゃんの彼女さん、いつも真冬に大きな地震あるよね。いつも真冬に大きな地震ある？真冬、なんかね、まあ日本はしょうがないんだろうけど、ここの型の部分取っていこうと思います。これなんだっけな、グルーガンで止めました。グルーガンの部分を。まあ、日本にね、生まれたからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、なんか、やだよね。俺らは一生地震と向き合っていかないといけないな。いつどこで本当死ぬか分かんない人生だからね、日本人は。それヤンデレラちゃん本人のサムネ。あやさん、こんばんは。壊れたんですか。そうそう、壊れたのを直してる。サメちゃんの彼女さん、はい、本人です。へえ、超かわいいじゃん。鮫島さん、べっぴんな彼女をゲットだね。マジか。めちゃめちゃ美人じゃん。レジン、これどうすればいいんだろう。グルーガンの部分ってどうやって取ればいいんだろうな。のりこに聞けばよかったな。これグルヤンデレラアットマークサメちゃんの彼女さん、今からヤスリですか。そうそう、グルーガン直せるんですか。もうくっついたからヤスリかけるだけ。グルーガンどうやって外すんだろう。これのりこにやり方聞けばよかったな。ボンさんはどつお盆はどつ。グルーガンこれどうやって飛んだ。
え、グルーガンってどうやってそれいいんだろう。全然わかんない。穴雪見てんだ。え、これどうやって撮ろう。マジでわかんない。どれか見てないぞ。ネットで検索しようか。グルーガン、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 取り方。取り除き方。グルーガンの話は。グルーガンどうやって取ればいいんだろう。結構強度あるな、思ってたより。ヤンデレラアットマークサメちゃんの彼女さん YouTube でもあるかな。ちょっとないな、見当たらないね。見当たらんよ。無水エタノール、どうすればいいんだろう。アルコールかけるのもいいんだ。どうしようかな。どうやって取ろう。温めるといいんだって。どうしようかな。これごとヤスリかけちゃうか。はい、こんにちは。やっほー。あ、空之助連絡来た、ありがとう。後でメール返信するよ、役者さん。紹介ありがとうね。いい顔の俳優さんだね。本人どんな感じだった。やる気あるって言ってた。微妙って言ってた。空之助さん、よかったよかった。アスタリスクコート、アスタリスク。本人の感じどうだった。はい、こんばんは。ドライヤーか。ドライヤー、グルーガン、ドライヤーかな。やる気満々。あ、じゃあぜひお願いするわ。ゆあさんいらっしゃい。便座直してる。やる気満々だ。あ、じゃあお願いしようかな。いや、ヒール役で俳優さんいると助かるからね。いい顔の。ヤンデレラアットマークサメちゃんの彼女さん、強いアルコールじゃないとダメかも。強いアルコールか。空之助さんやった。アスタリスク、アスタリスク。うん、東京の人かな。多分そうだと思うんだよね。俳優さんで活動してるって書いてあったから、多分東京の人だよね。まあ、あー、じゃあもうバッチリだね、バッチリだね。じゃあお願いする方向でいくよ。ますますプレッシャーだね。役者は集まるんだけど、ほんと資金とスタッフが全然集まんねえよ。資金とスタッフが全然集まんない。どうすっか。役者はね、なんか配信やってるからなのか、バンバン問い合わせくんだよね。マジでここまでせっかくいい流れ来てるからやりたいよね。これで頓挫したらもう恥だよ、恥。あ、そうなんだ。いや、もうパワーでいこうかな。ああ、パワーでいくか。
これ厳しいな。ヤンデレラアットマークサメちゃんの彼女さん、怪我しないでね。怪我しないよ、大丈夫だよ。俳優はなんとかクリアしそうだな、これ。あとはスタッフさんだよ、スタッフさん。スタッフさんとマネーだね。ヤバババーンさん、ちなみに今のところ演者希望の人から連絡来てますか？演者希望はもう30人以上問い合わせ来てますね。演者は半端なく来てます。配信やってるから、あの配信でほら俳優やってみたいっていう人めちゃくちゃ多いんですよ。ヤバババーンさん、そんなに。うん、だからね、ぶっちゃけの話ね、もう俳優さんはね、もう配役がオーバーしてる感じ。脚本変えないと、増やさないと。多分5、60人出るよ。ヤババーンさん、ほとんどふわっち見た人からですか？そうっすね、ふわっちと YouTube っすね。あとまあたまに紹介。来てくれたんだ、ありがとう。ヤババーバーンさん、さっきごめんね。なんか撮影都内ですね、主に都内。本当だよね、本当だよね、主に都内ですね。なかなか取れねえ、これ参ったな。ヤババーンさん、その便器は撮影で使うのですか？いや、これ僕の家の便器です。リマさん、俳優さんに憧れた頃あるけどね。今日は携帯ショップ休みだったよ。課金制限だからやり方わからないけど、コンビニでウェブマネー買うしかないね。コンビニでウェブマネーでいいと思うよ。ユーアさんは何、普段スマホで配信見んの、それともパソコンで見んの？携帯のみ。マジで、いやめんどくせえからいいや。もう寒いから外出たくないから、このまま行く。このままペンチでこじ開く。スマホか。スマホでもアイテムってあのなんだっけ、ウェブマネーで買えるよね。大丈夫だよね。誰か詳しい人いる？スマホもウェブマネーで買えるっけ、アイテム。あ、パソコン限定だったっけ。あ、買える？ゆあちゃん買えるって。よいしょ。でも別に無理に投げなくていいよ。あの本当に投げたい時だけで、まあ、月に1回ぐらいあの支援してくれると生活とか映画資金とかありがたいですね、たまるんで。な、無理して投げるもんじゃないから、みんな支えてくれてるからね、無理はしないでね。なんか別にね、みんなの暇つぶしぐらいしか俺はできないからさ、話聞いたりとか話したりとか。ユウアさん、ヤンデレラさん、ありがとう。ボート。サメちゃんの彼女さん、ユーアさん、いえいえ。ユーアさん、カズミチさん、ありがとう。アスタリスクコート、コートアスタリスク。まあね、好きな配信者は応援したくなるよね。俺も自分が見てる人は投げてるもん。気持ちがわかる。マイナスライバーいい感じだな、これ。
あれだな、カッターナイフとかでやるのがいいかもしれないな。カッターナイフどこだろう。ヤンデレラアットマークサメちゃんの彼女さん、自然にアイテム投げるのが一番いい。ね、自然が一番いいよね。くれくれとかさ、めんどくさいよね。クレッピ色恋ダメだよ。だって配信者とさ、リスナーさんで付き合って幸せになることなんかできないんだから。俺だって配信者とリスナーさんのカップルで結婚したんで聞いたことないし、大体がリスナーさんが泣かされて終わりなんだから、金引っ張られて。マジで？あ、そっか、俳優さんやってたから知り合いいっぱいいるんだ。あ、でも多分金かかるっしょ。わかんないけど、本当にね、もう恥ずかしながら予算がなくてヒーヒー言っておりますよ、私は。あ、カッターだ。カッターでザクザク切れるわ。カッターで正解。カッターでいこう。ありがとね、空之助。映画できたら空之助見に来てよ。みんなも見に来てよ。約束だよ。絶対俺作るから映画館に来てよ、みんな。約束ね。絶対作るから。あ、いや、日本全国回るよ。大丈夫大丈夫、日本全国回る。主要都市はね、だ関西とか大阪とか行くから来てよ。沖縄も行くし北海道も行くし。空の助さんマジで。いや、そうだよ、そういう企画なんだもん。映画ができて日本全国に俺が映画と役者さんとスタッフさん、その地方回るときに来れる人一緒に回っていくの。絶対見に来て。まあ一人でしか行けないところとかも出てくると思うけど、そういう時は一人で行って。絶対来て、絶対来て。映画館貸し切りでやるから頼むぜ。友達も連れてきて。みんなで応援してちょう。ヤンデレラアットマークサメちゃんの彼女さん、私も大阪行く。あ、ぜひぜひぜひ、ヤンデレラちゃんも大阪公演の時。さんの本格的なというか、プロの撮影みたい。プロの撮影みたい。ああ、まあプロに教わってて、テレビディレクターさんとかにも話聞いてるし、ミュージックビデオの監督とかプロデューサーさんとも話してるし、あとその今本当に技術的なことを教えてもらってるのは、なんだろう、ファッションブランドの。あけましておめでとう、今年もよろしく。今ね、教えてもらってるのはね、なんて言うんだろう、ファッションショーのそのなんて言うんだろう、ティザーって言って CM とかの映像作品とか作ったりしてる人から教わってて、超芸術的だよ、その人の作品。だから恵まれてるよ、ほんとリスナーさんの紹介とかいろんな人から力借りてて。頑張んないとね。やっぱ映画好きな人多いからいいよね。どこまでできるかな。壊れた。行ったか。ああ。
やっぱこれじゃダメだ。パキっていった。割れました。ショックだわ。いやーダメだ。グラングランだわ。まあそうだよな。そうだよな。あーヘップはマジか。どうしよう。とりあえずやろう。グランせっかく直したのに。いやーまあしょうがないよね。世の中そんな簡単にうまくいかないよね。難しい。まあくっついてはいるんだけどちょっとぐらついてる感じです今。あこれダメだな。もう一回ルーターでいかないとダメだこれ。ちょっとまあまあこれ続けますとりあえず。てか便器直すのにこんなに時間かかるとは思わなかったわ。つかもうトイレ便座がないかね。どんなトイレだよ。親に行ったら無料だよ。もちろん無料だよ。瞬間接着剤か。まあおいおい、ちょっと作業に集中するわ。あやんでるやつじゃん、大阪なんだ。でもパキっていったのすげえ悔しいな。グニャっていった。すげえへこむ。もう一回ここウィーンって削ってここにレジン流せば多分いける。もう一回レジンの作業だな。危ない危ない危ない。でも空之助グッジョブだよ。空之助まさか俳優さんを紹介してくれるとは。こんばんは、関ちゃんいらっしゃい。怪我気をつけるよ。だね、ちょっと今ねパキって割れちゃったからね、もう一回作り直しだ。え、これ爪割るやつないの？え、爪割るやつ入ってないんだ、珍しい。いや、決意なかった。
珍しいよね。カッター普通ケツについてるよね。ついてないやつ初めてだ。こんばんは。後ろについてなかった、これくらいかな。よっしゃ、 OK。 じゃあ一旦どうしようかな。手やすりでいこうか、機械でウィーンってやろうか迷ってんだよな。手やすりでいく。紙やすりでシコシコやるか、機械でウィーンってやるか、どうしようかな。もうちょっと削ってもいいかな。いよいよっていうかね、パキって割れちゃったんだよね。ちょっとぐらついてる。ぐらついてます。もう一回やんないとダメかも。一旦これで様子見るけど、多分もう一回レジンでもう一回ドリルウィーンって穴開けてもう一回やんないとダメだ。これつらったんだよ。めっちゃへこむわ。これくらいでいいかな。ああ、いったいった、バカ。ああ、でも、この体重のかけ方で壊れるってことはダメだな。もともと。ああ、いった。ああ、へこむわ。まあいいや。ヤスリかけます。そう、だからね、この体重が絶妙に乗っかるところで、割れやすいところではあるんだよね。確かに。壊れやすいところなんだよね。じゃあヤスリかけていきます。よいしょ。また壊れるっていうか、もう一回強度を作るかな。これじゃあ無理だわ、使い物にならない。作りながらね、微妙だなとは思ってたんだよね。ちょっとこれ危ねえなとは、多分行くだろうなみたいな予感はあった。でもいい勉強だ。人生全部勉強だな。便座なしでうんこしてる。便座のありがたみをひしひしと感じてるよ。てかもう買おうかな。いくらぐらいで売ってんのかな、黒さん便座って。買おうかな。
あーダメだ、完全にいった。何やってんだろう俺。でもオリジナル便座持ってる人知り合いにいないでしょ。みんなマイ便座持ってる人いなくない？いる？4000円ぐらいか。メーカーなんてない、なんかボロボロの。悔しいなぁ、ほんと。俺は悔しい。もう一回だな。いや、へこむわ。わーわー、行くな。わーわーわーだな、これ。アマゾンで3500円で売ってた。マジか。これはもうアート作品として、もうアート作品として、もうあれか、作品にするか、これ個展で発表するか、個展に出すか。アートとして額にするか。3500円な、買えばよかったな。アホだな。サイズ、便器のサイズなんかそんな種類ないでしょ。まあそうだよね、買った方が無難だよね。いや、この厚みじゃ耐久性出ねえなとは思ってたけど、まあ案の定出なかったね。もう少し幅広くっていうか、バッツリウィーンってバッツリ切らないとダメなんだよ。勉強になった。もう一回切る。厚めにね、今度やれば失敗しないと思うから。次は大丈夫だと思う。ちょっと小さく補修しようとしたのが俺の失敗だったんで、今回ほんと大胆に補修するべきだった。大体分かったから次は大丈夫だ。
もうダメだ、完全にばっかり言ってるわ。悔しいな。こっち側の重力には強く作ってあるんだけど、反対側から行くと思わなかった。グラグラ、難しいな。悔しいね。まあでも失敗から学びがあるから。失敗することは悪いことじゃない。経験を積んだの。作り直しだね。もうそれは 100%。 これ座ったらバーンって壊れる。ただ仮止め状態にはなってるから、あのこっから加工はしやすいかな。もう一回だね。多分ね、次で完成かな。次か2回工程あるかな、このヤスリ掛け終わって。とりあえずこのヤスリちゃん取らないと。でもう一回ウィーンって、もう今度は大まかに切る。ざっくり切って、がっつりダイレクトに厚めに切って、厚めに作れば大丈夫だから。違うよ、これはブリコラージュっていう俺の生き方だから。買うんじゃなくて直すんだ。身近なものがアートだ。ワードツー、部屋の中に作品を置くんだ。作品に囲まれて生きる。これは悔しい。KP ありがとう。今から買いに行けないもん、車持ってないから。兄ちゃん面白いエピソードが。いや、便器芸術作品にしてたら便座がなくなったんですよ1ヶ月とか。面白くない？アホだなこいつっていう。ブリコルールって言うんだ。じゃあ俺ブリコルールだね。
あーグラグラ。耐久性計算できなかったな、悔しいな。ブリコラージュっていうのはこう何かを集めて、石ころとか木とか何でもいいの、空き缶とかもう身近にあるものをかき集めて即興で作品を作ったりとか、まあ直したりとか繕ったりとかするっていう、それでアートをするっていうのがブリコラージュっていう手法だね。だからその設計図を書いて、この材質でこういう風に作って、このデザインでこう作るんだっていうのと真逆、バーってパーツを寄せ集めて、何作りたいとか何欲しいのって聞いて、その場でブワーって組み上げて作るみたいな。パッチワークだよ、パッチワーク。パッチワークの継ぎはぎのズボンだよ。裏金で金とかしてますか？裏金、え？裏当て金とかしてますか？裏当て金ってなんすか？裏当て金？いや、俺はその方が得意。昔から何かを作るときはそういう風な作り方の方が俺は得意だったから。だからむしろ設計図通りに作るのが苦手。ていうか飽きちゃう。つまんない、退屈で。裏当て金ってなんすか、黒さん。裏当て金がわかんないな。あー、裏に当て金してない、金属ね、してない、してない、うん、補強してないっすね。いや、完全に俺があの材質の耐久性ミスっただけ。まあでもしょうがない、これもう次分かったから次うまくいくよ。まあでも地金とか入れてもいいかもしんないよね。銅とかアルミとか、アルミじゃ弱いか、銅かな、銅か鉄か、金属入れてもかっこいいよね。多分アクリル1個で入れるんだけど、アクリルの面積でかく作んないダメだよ。あと毛細血管みたいにブワーって細かく太い血管から毛細血管みたいにしないとダメだ。
そうだね、いい感じでだいぶ削れてきたね。だいぶ削れてきた。でも座るところだから滑らかにしたいね、完全に。今は便座直してるかな。延長します。これ何番だろう。1番目が荒いけど200番とかじゃないかな。200、240とかかな。結構荒め。これ何番だ。もっと荒いか。書いてねえな。60番だって。激荒。60。いいね、ありがとう。60番でゴリゴリやってますよ。筋肉痛だよ。え？はい。島津さんプリンセスガーデンってとこ探してるんですけど。あ、僕です。荷物持ってくるんでちょっと待って、待ってもらっていいですか。はい、宅急便ですか。アマゾン宅配です。あ、はい、すぐそこあるんで車。はい、個人宅配とかやってんのかな。アマゾン。誰だろう。ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。タリーズが届いた。ありがとうございます。タリーズの缶コーヒーいただきました。誰だ。わかんねえ。本名パティーンだ。わかんねえ。誰だろう。
本名パティーンだな。ありがとうございます。ちょっと待って、本名バレないようにシール剥がす。ありがとうございます。誰だろう。ありがとう、助かります。俺1回だよ。ありがとうございます。タリーズ、うわ、めっちゃ嬉しい。ちょっと待ってね、大丈夫かな、本名を読み上げて。北川景子さん、ありがとうございます。北川景子じゃない、誰だ、ナタリー・ポートマンさんですね。ナタリー・ポートマンさん、ありがとうございます。よいしょ、違うかな。あ、送り主書いてある。誰だろう。え、本名パターンだ、本名パターンだこれ。あー、誰だろう。ちょっと本名なんで読み上げることできないですけど、あー、マジか、ありがとうございます。ですね、リスナーのメトロさんですね。皆さん、メトロさんにパチパチお願いします。メトロさんだ。最近ほら、メトロさんよく書いてくれるじゃん。ありがとう、メトロさん、缶コーヒーいただきました。皆さん、メトロさんに、メトロさん、ありがとうございます。ね、甘ギフね、欲しいものリストから送ってくれる人はメッセージ書くことできるんで、ぜひ小手半書いてくれないと。こういう感じですね。メトロさん、メトロさん、ありがとう、いただきます。これはこちらに置いといてと。いや、助かるな。お米の人がね、本名だけで分かんなかったから読み上げらんないんだよね。お米もありがとうございます。腰がじゃない、夢、なんだっけ、お米届いてます、ありがとうございます。こじき、こじき、こじき、ありがとう。いや、嬉しいね、ありがたいね。つや姫、つや姫、お米も届いた。そして便座を、そこからの便座やすりですよ。何やってんだ俺。いや、めっちゃありがてえな。あ、それ書いておこうか、天岐阜のところに。書かないと分かんないもんね。ありがたいね。いや、めっちゃありがたいよ。っていうかね、宅急便さんは宅急便ですって言ってほしいね。大和です、佐川です。個人的な配達だったら宅急便ですって言ってほしい。始末さんですかっていきなり言われるの嫌だ。知らない人に、私服の若いお兄ちゃんに。なんでこっち先に個人情報を知らない人に言わないといけないのっていう、誰って感じだよ。メッセージのところに書くんだ。お礼言いたいからさ、せっかく送っていただいたのに。メッセージのところに書いてる。いや、お正月だね、嬉しいね。どうし
ここをつないで補強するには、じゃあ年末にぶっ壊れたんだよ、ボイスと。年末にぶっ壊れて直す正月だよ。クリスマスも正月も何もやってないからね、ほんと。餅すら食ってねえ。あ、まあ、そば食ったか、のりこと。セックスすらしてないよ。そう、俺セックスレスなんだけど、どうしたらいい？もう3ヶ月ぐらいセックスしてないんだけど。大変な問題だよ。溜まっちゃってるよ。トイレの2つが便座だね。便座。悲しんでるって誰が？誰に監視されてんの、ヤンデレラ。どういうこと？監視されてて誰に？え、誰に？なんだ、言ってない。雑談たぬき。ああ、話題の人だからね。雑談たぬきに便座直してる人素敵って書いてあった。何、便座直してるこのイケメン誰とか書いてあった。本当だよね。便座を直すっていう発想に至るまでだいぶ時間がかかってる。直してみようかな。昔だったらすぐ業者呼んで終わりだったわ。金で解決してた俺は、昔だったら。イケメンって言い方やめて。師匠の池の池に面って書いてイケメンって書くのやめて。私が今ワドさんの枠にいるとか書かれてる。へえ、暇なんだね。雑談たぬき見てるやつとか俺頭おかしいやつだと思うもん。絶対見ないよね。ツイッターのエゴサすらしなくなったもんな。バカバカしく。どうすっかこれ。
メダル減った。ダイヤさんいらっしゃい。最初になんかジャックポット当たって1000枚ぐらい増えて、200枚使った1000枚ぐらい増えて、1200スタートでピーク2500ぐらいまで行って、400になってやめて帰ってきた。でも楽しかったな。貯めたメダルだからタダで遊んだようなもんだし。マジか、負けたか。何言ったの？大負けか。ゲーセン、いや全く行かないんだけど、最近なんか行き始めたかな。最近3回ぐらい、便座を眺めるな。意味が分かんないよね。ごめんね、みんなを巻き込んでごめんよ。デザインどうすっか。マジで難しいぞこれ。ここをつなぐから、ここの耐久性がこう入るから、縦に補強を入れないといけないから、縦の線の補強だから、線じゃなくてジグザグ。難しいなこれ。そういう枠だから。どういう枠だよ。いってらっしゃい。ちゃんは家から出たくない人なの。どこにも行きたくない。できれば俺のベッドで一生ゴロゴロしてたいだけだから、のんちゃん。お、何も欲しいものないし、とにかく俺のそばにいたいだけなの彼女。何の欲もない。
動物が大好きで、ワドさんが大好きなだけ。可愛いよ。物欲がない。あーいいこと考えた。これだ。ピンバイスで穴開けて、穴と穴を線でつなごう。決定。デザインが頭に浮かんだ。ちょっと困ってるのが、性欲もなくなってきててちょっと困ってるんだけど、本当に欲という食欲もないし、何もないんだよね。金銭欲もないし、物欲もないし、ある意味悟ってるよね。寝たいだけ。すごいよ。一緒に入れたらそれでいいよっていうのを字でやってるからね。いや悟りだよね、よくよく考えたら。私一緒にいられればそれでいいのっていうセリフ、全然そうじゃないじゃん。本当にそうだからね。よくよく考えたらすごいよね。俺はやりたくなるよ。のりこはもう性欲がない。3ヶ月ぐらいセックスしてないから、とても困っているの。一服していいっすか。てか俺60分もヤスリかけてんの。引くわ。俺今3分ぐらいの感覚だったの。3分とか5分とか。え、俺1時間近くずっとこれやってたの。引くわ、マジで。マジか。え、マジか。え、1時間ぐらいシコシコやってる俺。これが発達障害の過集中ってやつですよ、皆さん。過集中ね。怖いわ。時間が分からなくなるっていう。一個のことにのめり込むっていう。顔も便座っぽくなってきた？え、それはありがとうって言っていいの？え？なんだ？返しが分からないな。コメントありがとう。はい、ワドツ。
初見さんいらっしゃい。じゃあメトロさんにもらったコーヒー飲むか。メトロさんいただきます。メトロメトロ、よし、いただきます。ケピー、まあまあ、あの何かをずっとやってたりするとね、なんかとんでもない才能になったりとかね、まあ、ただ便器やすってるだけですよ僕は。スカウトかなんかと揉めてる動画、スカウト、うん、KP ここありがとう。なんだスカウトって。あー、みんなありがとうね。最近ね、みんながねツイッターフォローしてくれてて DM とかすごいくれる、本当ありがとうね。なんか最近ねフォロワーさんとかね DM とかあのツイッターとかフォローとか増えてんだよね。あー過集中、発達障害なの、ちょっとあるあるだよね、過集中はあるあるだよ。嬉しいね、うん、もう全部送られてきたよ、全部送られたものだけで生計を立てたい。あ、俺と一緒じゃん。あ、そうなんだ、規格外品だ、規格外品、神様のいたずらね、神様が生み出したいたずら。そう、飛び出しすぎた杭。それを世間では障害者と呼ぶんだけど、まともなやつの方が俺らから見たら気違いだよな。同じ作業ずっ、まあ同じ作業っつうか毎日ルーティンワークとかできねえもんな、興味ないこと以外できないもんな、すげえと思うもん。ありがたくないのにありがとうございますって言えるやつの方がサイコパスだと思わない？そう思わない？バッファーさんありがとう。別に来てほしくないのにまたお越しくださいませって、ロボットかよ。いやだから俺は普通って呼ばれてる人の方がすげえと思うよ。子供の頃から不思議だったもん、ロボットみてえだなこいつら。あーレゴいいね、レゴ熱いね、レゴは俺も大好きだった。高いんだよねでもレゴ。
え、作るんじゃなくて、ね、直してるの。便座。初見さんどういうことってなるよね。見たことないでしょ、便座を直してる男。もうアーティストだから。初めて見たでしょ、うん、ここはね、ちょっとあの特殊な空間だから、あの常識一切通用しないから気をつけてね、初見さん、うん、初見さん来たよ、ニンニー定期だ。和戸監督は違いです、定期だ。みんなみんな定期書いてあげて。タクチンさん初見さんだから、みんなが気をつけた方がいいよとか、この人こういう人だよっていうのをタクチンにリプで教えてあげて。ちょっと自己紹介してる暇は俺にはない、なぜなら便座を直してるから。みんながこの人こういう人だよとか、この人こういうところだからこういうとこ気をつけなとか、アドバイスしてあげて、初見さんに。バッファーさんありがとう。初期たまに叫びます。そうだね、ボリュームは調整大事だね。いや、みんなの方が知ってるからね、俺のこと。みんなに聞けばいい。たまに噛みます。ああ、そうだね、 LINE は嫌いだね。配信外の LINE とか殺意湧くよ。和藤さんはじめまして、 YouTube でいつも拝見させていただいてます。和藤さんがのりこさんに接する時の素敵な感じがとても好印象でフォローさせていただきました。しかし最近生放送も見るようになって、こんな人だなんて思わなかったショックです。和藤さんはリスナーに対して怒鳴り散らすんですね。もう見るのやめます、さようなら。死ね。勝手にいなくなれ。なんでいなくなる挨拶をするんだよな。勝手に見始めて YouTube を、勝手に好きになって、勝手に嫌いになって、勝手に LINE 送りつけて、迷惑。非常に不快。いやいや、これ本当にあるからね。全部晒そうか。本当に来るからね。で、大体そういう長文で、捨て台詞はそんな人だと思いませんでした。どんな人だと思ったんだよ。あ、 LINE つむつむ来るね、うん、ネズミ講みたいに来るよ。最近面白かったのが、和藤さんはじめまして、 YouTube を拝見させていただきました、何々と申します。和藤さんの何々の活動とても素晴らしいと思い応援させていただいております。それはさておき、私は心理カウンセラーをしているものです。和藤さんはお悩みのようですので、ぜひ一度お電話をしたいと思っております。いつが空いてますでしょうか。私は心理カウンセリングを各地でインターネットで行うことによって、さまざまな人間を救ってまいりました。和藤さんを救うことができるのは私です。和藤さん、いつ電話できますか？次の日。和藤さん、既読ありがとうございます。カウンセリングの件、いかがだったでしょうか？和藤さんは今、とても病んでらっしゃるようにお見受けし、私であれば和藤さんの、長い長い長い。はい、既読無視。
いやそんなんめっちゃ来るからそんなんいっぱい来るから、勝手に病んでると決めつけるカウンセラー、いや病んでるんだけど、だからカウンセラーは正しいんだよ、病んでるんだよ病んでるのはカウンセリングだから、目のつけどころはいいんだけど、俺はカウンセリング求めてないからい人がいっぱいいるよな世の中。便座買いたいね、うん、正直買いたいね正直言うとね、お金じゃ手に入らない便座が欲しいんだよ。俺が欲しいものはお金で手に入らないものなんだよ。ハードボイルドだね今日も。便座だと思うからあのカッコ悪く見えるんだって。なんか日本刀かなんかを研いでる設定にしようよ。だからもうその想像力が足りないんだって。もうそんなんじゃ映画撮れないよ。かっこいいでしょ、日本刀研いでるみたいな侍に見えてきたでしょ。現代の刀やつってそう、最高の便座でうんこしたいだけだから。俺は今便座を作ってるんじゃない、最高のトイレの時間を作ってるんだ。名言しか出ないから。和道さん、若い人、若い和道さんみたいになりたい若い子たちに一言ください。
俺は人一倍みんなが寝てる時、ご飯を食べてる時、遊んでいる時、みんながそうしている時に俺は便座を研いでいたよ。ありがとうございます。もうそうだね、捨て頃だね、もう本当に。風船ありがとう。情熱大陸の音楽つけてほしいね。てん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 。便器作家和道。てん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 。その日ピンポンが鳴った。ピンポーン。プリンセスガーデンの101号室でしょうか。はい、そうです。荷物はいつものやつだ。缶コーヒーですね。この男はリスナーからプレゼントをもらって整形している。ベンザーアーティストワド。彼の才能は多彩だ。写真家、格闘家、配信者、多彩な面を持つ。そんな彼が今一番力を入れているのは便座だ。トゥーン。ワド監督にとって便座とは、いや答え出ない。答えを出そうとしないから。お蔵入りだね。視聴率 1% 切るね。レジンが浮いてるの。これ多分肉眼じゃないと見えないかもしれないけど、かなりボコって浮いてるの、この部分が。だから面を整えてるって感じかな。だからカッターでもっと削ればよかった。ボコって結構浮いてんの。3ミリぐらい浮いてる。お尻に引っかかる。60番でこんだけ削ってまだ面が整ってないか。本当は機械でウィーンっていけばいいんだと思うけど。あ、どうも、ベンザーアーティストのワドです。便器新しいの3000円で売ってるっていうことを知ってショックを受けてる男です。でもやるんだよ。
根本圭先生の言葉をこんなところで使ってしまうとは。これ完成に2ヶ月ぐらいかかるんじゃないかな。最後泣くんじゃねえの俺。こう伊勢丹の三越とか伊勢丹とかの展示とかでこう腕組みながら、もうちょい左、そう左左左、ちょっと右浮いてるから、そうそうそうってやって、これを飾ってる俺が浮かぶの。巨大な展示を三越の入り口にダーンって置いてあって、違うって右右右右を下げて下げて下げすぎ、下げ奥、光当てて、光光ないの、トラブルが起こった。もしもし、うん、ライトが一発足りないんだ、うんうん、そうもうあと3時間後、そう 開演まで3時間後、そう便座、そうそうそう便座、例のやつ、そうそうそう、ライトが、そう照明が欲しいのね、 ありがとう助かるよ、うんうん、ありがとう。マルセル・デュシャンが誰だか分かんない。最後泣くんだよ、そう。トゥーントゥーントゥートゥーン、トゥートゥーントゥートゥーン、お疲れーって、スタッフ総勢30人と、いつの間にか増えた便座スタッフたちと、ヤバさん最高の便座でしたよつって、いや今までで一番いい便座でしたねつって、みんながニコニコしながら、いや増えてくんだよこれから。いや俺はただ家で使う便座を直してるだけだから。なんかもうただ引くに引けなくなってるだけだから、ね、うん、身近なものにちょっと手を加えてオブジェとした人みたいやで、便座にサイン書いたのを作品として物議を醸した。俺が死んだらこれ墓石にしてくんない、誰か。成田の地元に空き地いっぱいあるから、お森の奥の方にこの便座ダーンって立てて、あのみんな祈ってよ。5、6人でいいから、5、6人に祈ってほしい。あの強めに太陽が差し込むところにこの便座立てかけておくだけでいいから、それエンディングでいいよ。まあね、そういうことだよね、うん、こういうことだもんね、うん、強さの象徴だからね便座は。これできたらすごい離れたところからでもあいつらやべえなってなるでしょ。あの大将首は取れねえわってなるでしょ。そうそうそう、便侍だよ。便侍、汚ねえ侍だなおい。
先祖様が泣いてるわ、ほんと。弁侍島津。やめなさい。本当に。ね。疲れた。いや、きついなこれ。思ってた3倍きついな。4倍だな。みんな見て、ここの机のこの白い粉、これヤスリで削った、これなんだと思う？これ便座だからね。俺今便座のすごくない？便座の粉だらけなんだよ今俺の体。未だかつてこんなことがあったでしょうか、人類に。今俺はとんでもないものと向き合ってると思うよ、本当に。汚いとか、汚いのはそういうこと言うお前の心だ。洗ってないんだ君みたいなやつは。便座を、便座の気持ちになれよ。綺麗にしてる便座汚くないから。人間は嫌いだ。痒いな。むしろこれ捨て頃に持ってこうかな。捨て頃に、物販の受付のところに飾っておいていい？これ、こうやって。この経緯を知らないリスナーをビビらせる、うん、向こうサイドをビビらせるために俺の物販こうバーンって置いとこうか。ご利益とかない、うん、全くない。そうだね、こうやって入場してもいいかもしれない。強そうじゃん。セコンドアウトっつったらこうやって。セコンドだったんだ。ああ、深読みさせよう。いいね、オルフレ、いいね。ヤンキーチックな感じだよね。ちょっとこうやって歩いてたらできる男みたいだもんね、ちょっと。常に。ねえ、片手でこうやってたら、お疲れ様ですって感じで声かけるでしょ。だから汎用性高い、何にでもなる。
イノシシとかウサギとかいたらブーメランにできるし、シャッつって投げたら、いざっていう時に本当に本当に世紀末になって、本当に食糧難になった時は俺これでイノシシと戦うから、そう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 、こうやってめーんつって、みんなが持つ、で行こうかな、ここまでやってあれだけど、まだまだあるな、カッターだと歯で傷つけるもんね、いやこれ仕上げよう、今日仕上げよう、眠い、孤独な戦いや、でもやるんだよ、誰かに認められたくてやってるわけじゃないんだよ、エアコン直った、直ったっていうかついただね、正確に言うと、またまだ壊れてるはずだから、うん、なんだろう、便座から溢れる名言、止まらないストーリー、うん、私と便座どっちが大事なのよ。ねえ聞いて。もう無理。あなたいつもそうじゃない。もういい。バン。名シーン名シーンだな、うん、泣けるわ、トレンディーだったな、広がってくね、上がるね、クリエイティブだね今日、すごくいいよ、才能が溢れてるよ、才能が、みたいになりたいんです、帰れ先生、先生お願いします、話だけ、帰れ、帰れ僕諦めませんよ、本気ですよ、僕諦めま、帰れ、帰りません、帰らないです、200番のヤスリ持ってこい、はい
これがあのスタッフ30人の1人目だよ。繋がったでしょ。延長します。何やってんだろう俺。いいありがとう。アイテムありがとうございます。200番結構目荒いから。仕上げ3000番とかだから。違う。ああ、力はいらない。はい、こうすか。ああ左手を添えろ。はい、こうすか。ああ変われ。便座物語だ。母さん帰ってよ。母さん、すいません。母さん帰れよ。やめろ。僕は便座作るよ、母さん。母さんが止めても無駄だよ。お母さん、連れて帰ってください。先生。先生。お前は便座以外にやることある。先生。そうだね、2000番というあら深読みが始まった。ほらコアなリスナー、コアな視聴者がついた。コアのもう便座物語のファンができたから、もうネットで2000番もう通な便座物語を深読みしてるあの評論家が現れたよ。200番という紙やすりの荒さと弟子の技術の未熟さの荒さをつなげた監督からのメッセージ。こうやって映画は発展していくんだよ。名作の予感がしてきた。カミングスーンだね、うん、
自分の未熟さに気がつきました。前回はうまく作れたけど、あれはたまたまです。僕、旅に出ます。必ず帰ってきます。先生、お元気で。僕、世界の便座を見て帰ってきます。先生、やっぱり僕行きません。先生がそんな体だったなんて。先生、あ、おはようメイベザ。ダメです、ダメです、先生、先生呼ん、ダメですって。何やってるんですか先生、ダメでしょ、寝てなきゃ。ああ、うるさい。ダメだよ先生、死んじゃう。うるさい。まだ仕上がってないんだあの便座は。でも先生、うるさい。ダメだよ、血管抜いたら、点滴抜いたらダメだよ先生。ナースさん、ナースさんも止めてるよ。まだヒロイン出てないから、そのパターンまだ早い。29話あたりだよその展開は。まだ4話だから。まだ始まったばかり。全42話の超大作だよ。最後のエンディングどうなるんだろうな。最後のエンディングどこなんだろう。やっぱり先生が亡くなって、弟子が一人前になって、僕帰りませんよ先生。ダン、エンディング、かっこいい、つながった、しわくちゃになった未来の弟子が同じ未来を、若い16歳ぐらいの男の子が、僕帰りませんよって言って、あ、かっこいい、めっちゃいい映画じゃん。めっちゃいい映画じゃん。エンディングは決まったな。一人前になるでしょ。そうだね、記憶喪失だね。便座見てドキドキする。母さん、母さん、ね、警備員で働いてるんだけど、トイレ行くたびにドキドキする、ざわざわする母さん。なんだろう、便座を見るとざわざわする、何かが思い出せないよ。そんなことないわ、あなた、あの子が、黙ってなさい、何かを便座を見るたびに思い出すの、あの子が。便座じゃ食えんって。
便座はメタファーだから。便座じゃ食えんは結構重いシーンだよね。もう一個課題があるな。ああ、そっか。これ大変な作業だな。重力を計算しないといけないの。これマジの話すると、あの液体レジンだから重力の計算間違えると垂れるんだ。垂れると溢れると漏れるっていう現象があるから、そう、傾けてレジン流さないといけないんだ。こういう状態でレジン流さないといけないんだ。これハードル高えな。だからやっぱね、次の工程じゃ終わらないわ。こうやってレジン流した後、こうやってレジン流さないといけないから、これ多分本当に2ヶ月かかるぞ、この便座。マジで本当にアートなんじゃないかっていう気がしてきたんだけど、ここまで来たら。便座が壊れたら買おうっていうことをリスナーに伝える枠だから、これは。こうなったらダメだっていうね。3000円で治るんだから。いや違うんだよ、逆に座るんだよ。逆に座るんだよ。半年ぶりに来たリスナー、シルバーアクセサリーからいきなりの便座に貼ってんだよね。えってなるよね。シルバーどうしたの。意味がわからないってなる。実際シルバーの工具で作ってるからな俺。怒られるわ本当に。スロット行ってないんだけど。でも TOTO からスカウト来るかもしんないよこれ。イナックスか TOTO から。イナックスの便座かどうか知らんけど、いや治ってないよ、全然治ってないよ。むしろ舐めてた、便座を舐めてた。そんな甘い世界じゃなかったわ。
ねえ、何してるの？聞いてるの？ねえ、何してる？し、すごく優しい音がする。便座の声が聞こえる少女登場だよ。来た、ヒロイン。ヒロイン来た、未来の奥さん来たよ。うん、未来の奥さんが名シーンでしょ。運命でしょ。君もしかして便座の音が聞こえるのかい？あなたは聞こえないの？ずっと探してたんだ、君のこと。あなたの作った便座泣いてるわ。あなた先生のこと何も分かってないの。先生から一体何を学んだの？あなたの便座泣いてる。うわー、うわあ、ああ、ガシャン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 、うわあ、ここが便座が生まれた国だ。来たよ。第2部外国編。便座の声を聞くために生まれ故郷に来るん。こんな綺麗な便座見たことないよ。先生の作品にそっくりだ。見たことないんじゃないのか。うん、あー、リヴァイアさん、明けましておめでとう。今年もよろしく。こんなにすごい国があった。泥棒たっ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 た、おい、そいつを止めてくれ。ダメだよ、盗んだのかい？それは200番のヤスリ。逃げて。ごめんよお兄ちゃん。たっ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 た、おい、なんで逃がしたんだ。あの子、こんなことばっかりしてるんですか？有名な悪ガキだよ。あの子の住所教えてください。
ピンポーン。あの時の上がりなよ。やっぱりお茶コーヒーどっちがいいんだい。待ってくれ、君のお父さんの名前を教えてくれ。え、なんでわかったの。ヤスリさ、あのヤスリを盗むなんてやっぱり僕のお父さんは半年前に亡くなったよ。僕は君のお父さんを訪ねに遠くはるばる日本という国からやってきたのに亡くなった。だから僕が父さんの便座を継ぐんだ。でも父さんの遺産はマフィアに取られたから、こうやってヤスリを盗みながら作るしかないんだよ。そうだったんだね。じゃあ帰るね。待ってよ。それじゃあ台本とか辻褄とかいろいろ合わなくなるから待ってよ。明けおめ、あー、しんちゃんママいらっしゃい。分岐してないでしょ、全然分岐してない。全部つながってるでしょ。全然分岐してない。ねえ、久しぶりだね。うん、忙しかった。まだ便器やってた。いいセリフだよね。こいつまだやってやがるっていう。そりゃそうだよね、2時間やってるからね。嘘だろうってなるよ。いや、トイレの神様とかどうでもいいから、便座だから担当は。トイレの蓋とか便器とか貯水タンクとかに一切興味ないから。俺が興味あるのは便座。やめて、トイレの神様とか一括りにしないで。同じジャンルにしないで。いや、これ60番だから、ちなみに。200番じゃないから。いや、頼んだらただ取り替えてくれるよ。いやいや、違うよ。最初タイムシフト見てごらん、頭でちゃんと60番って言ってるから。物語の進行上、弟子にまず触らせたヤスリが200番。要は60番はまだ早いっていう。分かってないな。だからにわかがいるんだよ、こういう。映画でちゃんと説明、序盤でちゃんと作家は語ってるのに、監督も脚本家もちゃんと伝えてるのに、いるんだよこういう。え、そんなシーンあったっていう。うん、はい、おかえり。うん、どこ見てない、うん、一つ一つメッセージがあるから。うん、解放の枠行って、解放さん枠行って見ました。あ、そうなんだ。
れた。もうやめよ。あ、いいね、コーヒー。今日これで終わり。もうダメだ。長い。2時間でもう限界。今日ここまでです。はい、こんな感じですね。疲れた。裏から見る感じになると思う。こういう感じに仕上がるけど、でも、ここがパキって割れちゃってるんで、細い接合部分が、ここもウィーンウィーンっていっぱい傷つけて、ウィーンウィーンウィーンってここ傷つけて、ここガッチャガチャに補強します。アクリル。だからこのヤスリが仕上がったら、もう一回ルーターでここウィーンウィーンって、ウィーンウィーンっていっぱい穴開けて、ウィーンって。で、十字架だけじゃなくて、もうぐっちゃぐちゃ、この辺全部アクリルぐらいの勢いです。対策だよ。物を作るっていうのはこういうことだよ。物を直すっていうのはこういうことなんだよ。みんな分かりる？物と向き合うんだよ。そうすると魂が宿る。そう、日本刀のように。最後ピカールかな。はい、ということで、便座物語第2部でした。第2部、皆さんありがとうございます。このね、便座が完成する頃には皆さんの涙が止まらないというかね、本当にハートフルな、便座に仕上げたいと思ってますので、最後の最後、この便座が完成する瞬間を、絶対に見逃さないようにしてください。Twitter、YouTube、ふわっち、ツイキャスのフォロー、すべてワド監督、ひらがなでワド、漢字で監督で検索したら出てきます。あとね、コーヒーありがとうございました。 Amazon の欲しいものリストからリスナーさんがコーヒーを買ってくれました。昨日はね、お米が届いて、今日は缶コーヒーが届きました。本当にありがとうございます。ぜひぜひ大事にね、飲もうと思ってます。じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。また明日放送します。おやすみ。